みゆきサンネル。だから結局愛情深いんですよね。ね、愛情深いね。結局ね、だから本当になんか金持ちじゃなく人持ちやねんなと本気で思う。すごいありがたい。3年前からもね、だから辞める時にやっぱりそのみゆみやってからもものすごいいろんな人に応援してもらって協力してもらって、ありえないぐらいの愛情をもらえたんだね、いろんな人に。もうすごくて、だからこうなんていうの、そのにも応えたくて頑張ってたっていうのもすごいあったから、最後のこれも絶対こんな泣く、そうそうそう、だから最後の 2,3 年は本気でちょっとみゆみのためだけに来てたっていうのがすごいあるし、たまにあの助けてもらった人にね、その辞めてしまう、まあ、辞める時も、まあ始まる時がすごい不思議な感じで始まる、まあやりたいなっていうだけでポンとできちゃった話やし、だからその辞める時も分かるんやろと思って、でそれまでは本当に 2,3 年間はもうほんまもうみゆみだけをどうにかして維持するっていうことをすごい頑張ってて、多分本当は10周年ぐらいで、あの辞めろっていうその声みたいなのがあったと思うねんけど、多分自分の根性だったりとか愛しすぎてたっていうのがあって、そっからだからもう 2,3 年結構頑張ってたけどすごい大変やったっていうのがあるし、でもそのやりたい私っていう多分ご熱に周りの人たちがやっぱりすっごい助けてくれたんで、だからそれに対してあの恩返しっていうかっていうのは今できてないし、で、まあ、辞めた時もね、その先の私に対してなんかあの喜んでくれはったというか、あのいろんな迷惑かけた人もなんかこう第2っていうかステージ変わることにすごいこうね後押しでこう盛り上げてくれてたっていう最後があって、でまあそこから新たな本当にステージっていうか変わったと思うし、でもやっぱりこうその大事なものをやめた時にその今いろんなことをね始めてやっぱりそれを成功させて、まあやったなと思ってもらいたいっていうのがあって、なんかそれが恩返しかなと思うし、で私がやっぱ10周年の時に本当は辞めるにやったらなって感じたのは、10周年終わった時に一人でぼーっとした時にね、もうなんか勉強することが終わったなと、10年間で、で経験も終わったなと、だからあの今度なんかインプットしたこと、今度アウトプットしなあかんねん私っていうのがあって、でそれに向かってて今があるって、だからその、まあ、もちろん恩返しもやけど恩送りをなんかすごいこうまた自分の世代よりまあね、下の世代というか今頑張ってる人たちの何かしらちょっとこうあれになったらいいなっていうのもあって、なんか結局ゼロから1を作るってすごくその一歩もまあすごい勇気がし大変だと思うんですけど、その今あるものを手放すってそれ以上の覚悟が多分いると思うんですよね。で私みゆきさんがお店が辞めるって聞いた決めた次の日があって、すごいいろんな話をさせ聞かせてもらったけど、相当な覚悟だったろうなと思うし、もう今ってコロナ禍で結構それをみんな向き合ってる人が多い中で、思うことって何ですか？なんかやっぱり自分の本当の役割みたいなのを今こう見せられてるっていうか、あの分からされてるというか、多分そういう感じなのかなとは思ってて、なんかその去年からねコロナの中で私もすごい変わったし、人付き合いも変わったし、感覚も変わったし、多分いろんな人がそうやって変わってって中で、本当の自分のやることっていうか、役割っていうか、多分そこに導かれてるんやろなとは思うんでね、だからもし店がそれで店やってる人がね、あのどうしても仕方なくできなくなってしまったら、それはそれで多分違うことしろって言われてるし、でも基本的にお店に、まあ、言ったらお店がパワースポットだったわけで、結局自分がもうそこに愛やったら、もうそこの空間ってすごく気持ちいいと思うんですよ。そうね、来る人も、絶対そうやと思う、ね、相対性理論、言われてたもん、もう入った空気変わるって言われてたし、だからあのバーでありながら何、結界張ってるよねみたいなって言われてたし、あの
だから多分私が跳ね返すっていうのはねよく言われたんで、うん、だからそういう意味で折るところがそういうスポットになればいいなとは、うんうん、だから今まで逆に言ったお店がある箱があることで、うん、まあ悪く言うと動けなかった部分もあるから、うんうん、結局会う人の人数も限られちゃうから、うん、その次のなんだろう、それこそ次のステージって特に今ほら風の時代とかって去年から言われる中で、だから本当は風の時代の前にその地についてたものを吸ってたから、あの本当に変わらないじゃん。そう、すごい地についてたの。そうそうそう。店やるってさ、あの日曜日であっても休みであっても、あの頭から逃れないのよね。本当に。多分 80% ぐらい頭の中にミューミューが乗っかってて、この生活の中でだから辞める時に、あの 80% がポーンと軽くなった時に何が入ってくるのかなと思って浮かれたもんね。ほんならもうびっくりするぐらい、例えば2時までやってたのにもう辞めた途端急に12時眠くなったりとか、朝普通に起きるスイッチがスイッチがパン変わって本当に軽くなって、ミューミューを閉めて引っ越してる時点からもう浮かれてた。なんかほんま離婚した感じ、うん、愛してたけど肩のにおりましたみたいな、そう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 、これかお互い違う人生でしょみたいな、だから新たな道を歩みましたみたいな、本当に出会う人もわーって広がったし、やることも広がったし、でも不安は一個もなかったのね、逆になんか知らんけどね、だから今例えばその違う人生は今のあかんようになってる人多分いっぱいいてて、だからあの不安なこと、不安って不安を引き寄せるじゃん、やっぱり、そうだから不安って別、あ、不安っていつも思うねんけど、あの悩んでなんとかなるんやったら考えたらいいけど、悩んでもどうにもならへんから考えへんでいいんちゃうかとか思ってて、見えないものに対して怖いだけで、あの自分の感覚次第じゃん、もう自分が楽しいと思ってて、自分大丈夫と思えてれば、別に多分不安要素がなくて、あの思い込むというか、あのそういうのでいいんじゃないかなとか思ってて、だから本当にほら形がないものって、特に日本人はね、貯金がどうやとか何がどうやとかっていろいろ思う中で、こうじゃないとあかんってあの思いすぎてるんじゃないかなと思うんですね。意外にやってみれば、あら、こういうのでいけちゃうみたいな、ね、抜けたら ね、うん、ね、ただ抜けた時って多分不安といいんかなの葛藤がずっと起こると思うけど、それをどっかでやっぱりそれを導くというかサポートしてくれるというか、横に大丈夫やって言ってくれる、それこそ環境やね、今までいた環境が抜けたら、その環境を楽しんでる人たちと触れ合うと、やっぱりそのみゆきさん感覚感覚って言ってるけど、感覚が麻痺してる人ってめちゃくちゃ多いと思ってて、自分で考えるというか自分でするっていうのをやっぱこうやらされてたりとかするともう忘れるよね。そう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 、それだからその何がしたいんだろうとか、誰もみんな思うと思うけど、でやってないから言ってもできないんじゃないのみたいなことをやっぱり思って不安になるね。だからみゆきさんめっちゃおしゃれで、服のセンスとか色合いとか何をここに持ってくる、この服にはこれも全部感覚、日常にその感覚をずっと養ってきてるから、好きが分かってるし自分も分かってるからこそ感覚が持てる人、だけどなんかやっぱそういうのが持ちにくくて麻痺してる、あ、見た目的なね、っていうのは絶対的にそうよね、自分への信頼がないっていう、あ、そっか、見た目もそうよね、そっかそっか、自分に信頼があれば自分自身のおしゃれだったり自分の見せ方みたいなもんね、あとやっぱけど自分好きにならないとね、隠したがるじゃんみんなね、なんか隠せずにね、なんかいやもう腕こんなやからとか年やからとか言うけど、いや私いつもそれ思うねんけど、あなた今年やから言ってこれからずっと延々、今一番若いねんけど延々死ぬまで年やからって言うんですかね思ったもんじゃあずっと出さないですかみたいな、延々それってなんか女としてね、なんか
いいと思うよね、うん、寂しいよね、うんうん、でも年やからうんじゃなくて出されへんやったら出せるように頑張ればいいじゃん自分の中で、うん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 、それこそ鍛えてもいいし肌磨いてもいいし、うん、だからその年やからとか忙しいからとかもうすぐ太るからとかみんな言い訳でしかなくて、うんうんうん、で別に例えば40、50、60とかになってたとしてもね、うん、その時にその人の一番自分の中の一番トップを狙えばいいっていつも思ってる、うんうん、誰かにはなれないけど、うんうんうん、自分の中で自分の一番綺麗な自分っていうのに 目指せばいいじゃんと、うんうんうん、だそれ目指すとね目指してそして自分が満足に満足いく外見とかになると、うん、あのむっちゃ幸せやから、うんうんうん、普通に歩いてて好きな服着て、うん、ねちょっと自分いつもの自分よりもちょっとこうちょっと大胆かなみたいなのでも着てるだけでも全然気分違うし、うんうん、自己満足の中でも全然いいよね。もちろんだから綺麗って言われたり持ったりとかすることも増えるし、うんうん、でより一層なんかあ自分ってそうなんやって言って新しい自分も分かるやろうし、うんうん、やっぱりしなきゃね、うんうん、めんどくさいとか言ってる女子が一番嫌やわその肌ツヤのお肌と髪のツヤとか、うん、もう年齢不詳の宇宙人のみゆきさんにとったらやっぱそこでしょうね。凝縮されてる今の言葉がもうそ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 う。だから絶対自分に、うん、あの自分なんてなんか絶対言わへんもんね、うんうん、私なんてなんて私なんてって言うだけでちょっと気持ち悪いぐらい、うんうん、あのその自分に対して卑下するような言葉は絶対使わないし、うん